ランキングダイナマイト。子供を虐待死させたひどい親トップ5。堀内麻人。2012年10月1日、広島県府中町で当時11歳のゆまちゃんが実の母親である28歳無職の堀内麻人容疑者に殴られ死亡した。堀内容疑者はゆまちゃんを練習用のゴルフクラブで30分以上も殴打。これにより頭蓋骨が陥没し、くも膜下出血を起こして死亡。堀内容疑者は17歳の時にゆまちゃんを出産。何度か施設に入れられたが、小学生になってからは堀内容疑者、その母、ゆまちゃんで暮らしていた。ある日、小学校から顔にあざがあると児童相談所に通報があり、虐待が発覚したために児童相談所が保護。その後、母親が反省した様子を見せたため、ゆまちゃんの意思を確認しないまま母親の元に戻してしまったため、事件は起きた。ゆまちゃんが相談所で書いた手紙には、お母さんありがとう、お母さん大好きです、と大きな字で書かれていた。堀内容疑者は裁判で懲役8年の実刑判決を受けた。坂本優。2014年1月30日未明、東京都葛飾区で全身にあざを負った2歳の坂本愛羅ちゃんが救急車で病院に搬送された後に死亡した事件。父親で無職、33歳の坂本優容疑者が愛羅ちゃんが夜中に起きたことに腹を立てて、お腹や背中を何度も踏みつけて死亡させた。搬送された当初は坂本容疑者と26歳の妻は、2、3日前に娘が一人で公園の滑り台から誤って転落したと説明していた。しかし2歳の愛羅ちゃんでは当然滑り台に一人では登れないため、怪しく思った病院が通報した。愛羅ちゃんは生まれたすぐ後、経済的な理由によって祖父母に預けられたが、やはり引き取りたいと申し出て同居を開始した直後にこの事件は起きた。調べに対し坂本容疑者は、納得いきません、手を出したのは俺だけじゃないと供述していたという。東京地裁で行われた裁判では坂本被告の無罪主張は退けられ、懲役10年が言い渡された。藤本彩香。埼玉県狭山市で顔に火傷を負った状態で放置され、藤本葉月ちゃん3歳が自宅マンションで死亡した事件。葉月ちゃんは顔に熱湯をかけられ、怪我を負わされた上、寒空に放置された。さらに体には複数のあざがあった。逮捕された22歳で母親の藤本彩香容疑者と交際相手の24歳の小笠原優希容疑者は、葉月ちゃんに日常的に虐待をしていた。 LINE で今日も水をかけようなどと虐待行為を楽しむかのように、お互いに連絡を取り合い、虐待はさらにエスカレート。押し入れには葉月ちゃんが逃げられないように金具がつけられ、閉じ込められ、食事も十分に与えられていなかった。他にも正座をさせられ、少しでも動けば殴るという虐待をしており、葉月ちゃんは3歳児とは思えないほどおとなしかったそうだ。狭山市の職員が自宅を何度か訪問したが、虐待のサインは確認できなかったという。知人たちは様子がおかしいと気づいてはいたが、何もできなかったそうだ。藤本、小笠原涼容疑者は保護責任者遺棄致死罪などで訴追されているが、判決はまだ出ていない。鈴木和也。2013年12月、豊橋市で乳児揺さぶられ症候群とみられる症状で双子を虐待死させた父親が逮捕された事件。父親の鈴木和也容疑者は2012年2月、風邪で入院していた生後2ヶ月の双子の長女のクレアちゃんの頭を激しく揺さぶり、病院のベッドに叩きつけるなどした。その5ヶ月後にクレアちゃんは低酸素脳症で病院内にて死亡した。医師が父親の虐待の疑いが高いと判断したにもかかわらず、児童相談所はクレアちゃんの双子のミレアちゃんを保護をしなかった。
それから2ヶ月後、鈴木容疑者は自宅アパートで当時7ヶ月のミレアちゃんの頭を激しく揺さぶるなどの暴行を加えて、急性硬膜下血腫で死亡させた。双子を助けようとした医師の声が児童相談所に届かなかったことが非常に悔やまれる事件である。裁判において、弁護側は無罪を主張したが、求刑通りの実刑15年の判決が下された。山口幸恵、八ツ井隆一。2013年4月、横浜市磯子区で当時6歳の山口愛理ちゃんが雑木林の中から遺体で見つかった事件。2012年7月22日頃、当時山口幸恵容疑者と元交際相手の八ツ井隆一容疑者は住んでいた横浜市南区のアパートの浴室で、当時6歳の愛理ちゃんに冷水をかけたり、浴槽に顔をつけさせたりした上、殴る蹴るの暴行を5時間にわたって続けた。その後、愛理ちゃんの容態が急変したが、病院に連れて行くことはせず、翌朝死亡した。二人はその日の夜に遺体を雑木林に車で運び、裸のまま遺棄した。それからしばらくして、愛理ちゃんが小学校に就学していないことを不審に思った児童相談所が連絡や面会要請をした。それに対し山口容疑者は、愛理は親戚に預けていると何かと理由をつけて断り続けていた。再三の面会に応じなかったため、児童相談所は警察に報告をし、事件が発覚した。山口容疑者には懲役2年、八ツ井容疑者には懲役8年が言い渡された。後に山口容疑者も幼少期に親族から虐待を受けていたことが明らかとなったのであった。じゃんけんタイム。